ニューヨーク州では日本時間午前9時から店内での飲食が禁止されました。こちらのコーヒー店、営業はしています。中で飲み物を買うことはできるんですが、手前のスペースにあったテーブルと椅子、すべて撤去されてしまっています。ニューヨーク州では感染拡大防止のため、すべてのレストランや喫茶店、バーの店内での飲食が禁止となり、持ち帰りやデリバリー以外は認めない措置が取られています。同様の対応は首都ワシントンやロサンゼルスなどでも実施されていて、アメリカ市民の生活も一変しています。